聖マリアの汚れなき御心に。おお、院長。院長様。どうなされたのじゃ。マリアが。マリアが？違う。マリアとマリアが二人だ。革命だ。二人？またも町がひれ伏しました。神の冒涜じゃ。目に余る。どうしようどうしよう。僕どうしよう。もはや閣下の手には負えませんな。お任せあれ。ご注文通り人払いしました。要件を。院長の勢力のほどはよく知ってます。わしは神の下で。そうだな、あんたらはそうとは言えん。主の掟を破って聖母マリアを冒涜した。しかも民衆に神様扱いさせて。これも革命のためです。違う、これは暴動じゃ、暴力に過ぎん。恥しさらしなこった。はっきり言って、要求は何なの？難しいところだ。神はそちらの味方かもしれん。かもしれん。それともこちらかな。神も時にはお姿を見せんな。それも予期せぬところに。痛い目に遭わすのは気が進まん。罪を認めてはどうかね。これにサインせんか。そしたら表に貼って一般大衆に見せる。それで秩序と平和が戻る。あんたたちは国を出ればいい。うわ、ガルタミナ。終わった。フロレスの仇を討った。これで気が済んだ。なんか疲れちゃって。無事でいてくれた。わしも安心じゃ。ああ、よかったよかった。やっぱり女はドジじゃの。